ベリア FDBLK ベリア FDBLK は1939年にソビート連邦で設計、製造された爆撃機である。ビクトル・ニコライヴィッチ・ベリア F は、ゾギー、アビエーブニート、アエルフロート航空、オモス、エゴス、コソーズと、スポレフ設計局といった組織で経験を積んだ。1920年からは全翼機形式を含む、 数機のグライバーを製作し、1934年には2つの騒動の胴体内に、各の10名の乗客を収容できる旅客機を設計した。ベリア F は d b l 系で非常に長い翼弦を持つ、中央翼の両側に短い胴体と5度42分の全身角を持ちテーパーのかかった外翼部を備えた騒動形式の機体であった。外翼は7。 一の割合で先端部が折れ曲がっていた。細身の中央ブームについた大型の垂直尾翼と方向打には小さな水平尾翼と非常に大きな小降打を備えていた。機体はアルミニウム合金性外皮で覆われた5本桁の主翼に軽合金性応力外皮構造であった。各々の,の,の胴体には深いカウリングに覆われた M-88 を1機ずつ備え。 これで3枚ブレードの b i s h に3 d プロペラを駆動した。同様にパイロット、広報士と通信し、重視は広範囲に窓が設けられた双方の胴体に登場した。外翼にはスラット、補助翼、45度のザップフラップ、折れ曲がった翼端部にも小さな補助翼を備えていた。引き込み式の膠着装置は、角胴体のエンジン後方に主脚が、 尾翼の基部に、オリンがあった。飛行試験を開始する前にテストパイロットのは、通常の形式とは異なる DBLK の操作性を探るために、幾度も高速でのタクシングを行い、このうちの1回の試験では、客中が折りたたまれてしまった。飛行試験は1940年初めに行われて、良好な性能を発揮したが、重心点の変化には、非常に敏感であった。 量産は認可されなかった。出展、ガンステン、ビル、エンサイクロペディアオブロシアンエアクラフト1 8 7 5百9 9 5ロンドン、オスプレイ 1995ISBN1 から8553240号旧書現性能武装。ありがとうございます。